ゴゼもうこの言葉を引かなくなってからずいぶん時が経ちましたゴゼとは盲目の女性たちが三味線音楽を披露しながら農山村の奥の僻地にまで訪ねていった人たちですゴゼが来た日は村にとっては晴れの日ですゴゼたちが持ち込んでくれる芸によって安らぎと娯楽を得日々の疲れを癒したのです 言うならば芸能と文化を持ってくる大切な人たちなのですですからゴゼたちも村人たちの期待に応えるため盲目という障害にめげず奥深い山村僻地にまで杖をついて出かけたのですそこに彼女たちの生きがいがありましたそのためにゴゼ歌という独特の芸能を生み出しました昭和の後期 テレビによって農産村に芸能と情報が送り込まれ車社会がゴゼの歩く道を奪うようになるとついにゴゼは仕事を失いましたそのゴゼの一人小林春さんは明治33年1900年今の新潟県三条市で生まれました最後のゴゼと言われるように昭和48年福祉施設に入所するまでの70年間 ごぜの生活を続けていました平成8年4月4日新潟県のもう老人ホーム胎内安らぎの家で生活している小林春さんにこの CD のために午前歌を演じていただきましたその録音から96歳という年輪と見事な発声そして記憶の確かさをお引き取りください。サイモン松坂阿波の徳島米です 俗にるるとも言われる物語です実家に置いてきた我が子おつるが9歳に成長し巡礼の実になって親を探しにやってきたことから物語が始まります。